なり MC なしで始めようと思ったのに、もう一回やらせてください、すいません。やってみましたけども、改めましてこんばんは。今日ね、実は今から挨拶なんですよ。挨拶なしで歌から始めましたということで、今日も行きたいと思います。そう、今日ねあれなんですよ、ウクレレ歴がね7ヶ月目に入りました。いやいや、まあな、本当は明日なんですけどね、本当は明日で7ヶ月なんですけども、まあね、もう今日ももう今日7ヶ月にしちゃう。あ、ごも。コメントありがとうございます。ということで、ウクレレ歴7ヶ月、7ヶ月どっちがいいかな ?7 ヶ月。杉本マンがお届けする、なんだっけ、ポーポーぶっつけ本番、公開練習ツイキャス。噛みっぱなしだな。ウクってポンでございます。なんとしかも今日は60回目の配信です。ありがとう、7ヶ月目。おめでとうございます。ありがとうございます。しかも60回目なんですよ。キリがいいね。はい。ということで、皆さんこんばんは。さっき歌ってた曲、なんだかわかりますかね?はい。今日はですね、ありがとうございます。あ、もう一回歌おう。あ、コメントありがとう、皆さん。ね、本当は明日なんですけどね。本当は明日なんですけども。でも今日7ヶ月にしちゃうみたいな感じ。はい。ね、さっきちょっと初っ端間違えちゃったので、曲の紹介やる前に一回歌っちゃいますね。1 2 1 2 3 4。力任せアスファルト蹴っ飛ばしたぜ、お前やつの運転に抱かれ帰った部屋、きっと二人車ならでハッピーイク、窓の明かり見上げて Make me cry、 しっぽいやつや果てのやつに振られるたび、いつも俺の胸を借りて泣いてたよね、誰よりさ友達だって友情決めるたび心で泣いてたよ、びっしりハートに隠した I love you、 神様 help 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 help、 助けてくれなきゃあの子は誰かとキスしてしまうよ、切ない help 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 help、 1から100まで I love you。 はい、今日はこんな曲を歌ってます。今行きます。お前窓を開け
隠れたのさ悲しくなる。まるで妹みたいだって言った俺がバカだね。 Make me cry 恋の天使辛い気持ちおもちゃにして涙の数集めるから一緒濡れだよ。この胸に綴ったラブレター。影が重なる時鳴らしたバイクのクラクション、心の叫びを届けておくれよ。神様 help あ、ストップだ。ストップ、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 ストップ。まつげを伏せたらあの子は全てを捧げちまうのさ。今すぐストップ、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 ストップ。悲しい二人の定め。神様 help、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 help。助けてくれなきゃあの子は誰かと傷つけしまうよ。切ない help、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 help。一から百まで I love。ありがとうございます。わーい、コメント安定の歌詞間違いだってすいません、あの言い訳なんですけどぶっつけ本番なんですよ。はい、ということで今日歌ってた曲は紹介します、紹介します。これです。1985年11月安定の噛みっぱなしですね。1985年11月11日付オリコン第1位の曲の弾き語りに30分間挑戦する動画ということで、はい、チェッカーズの神様ヘルプという曲を今日は歌ってました。はい、そうなんです。前回ね、先週の11月11日に配信しようと思ってやったんですけども、ちょっと準備不足でねやらなかったね。ネタだけはね、ネタというのはこれですね。1985年、何年前だ、35年前かね、35年前の合ってるかな計算ちょっと自信ないんですけどオリコン第1位の曲ということで曲を探してたんですよね。そしたらチェッカーズのね、この神様ヘルプという曲が出てきまして、いやでも懐かしいね、僕にとってはすごい懐かしい曲ですね。チェッカーズさんって結構有名な曲いっぱいありますけども、ギザギザハートの子守唄とか、涙のリクエストとかね、あとソングフォー USA とか I love you さんのようなとかね、結構ありますけども、そこかよみたいな感じで神様ヘルプを今日はねチョイスしました。まあチョイスしたというかね、先週やろうと思ってた11月11日が、ね、第1位がこの曲だったんで、まあ、ちょうどね、懐かしいなと思ってやってみました。で、今日もね、配信、いつも、こんばんはから始めてるんですけども、初めて歌入りで、J-POP でいうサビ入りみたいな感じですよね。はい、歌入りで、配信を開始してみました。はい、ね、まあ、歌入りでも、間違えましたけどねただね、この曲すごい弾きやすくて、結構ね、曲によって全然できてなかった曲あったじゃないですか、ね、この曲はねすごい初心者向けな曲です。本当にすごい弾きやすくて歌ってて気持ちよかったですね。特にサビなんかいいですよね。神様ヘルプ、神様ヘルプ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 
か全部四分音符みたいなね感じいいですよね。はい、ね、まあ余談ですけども、その昔テレ東のアニメかな、あのミルモでポンっていうアニメの、仕事やったことあるんですけども、無意識にねこの感じの曲を書いたことありまして、なんだっけあるコード、ね、この曲のコード忘れちゃったけど、にゃ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 、あ全然違うじゃん、ね、まあね、知ってる方は知ってると思うんですけど、シャラーンかシャラーンだから C か C、 C にゃ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 ね、いやいやいや、あれじゃないですよ、たまたま会ってたってだけでね、あこの曲思い出した時に、ああそういえばあの曲に似てるわと思ってね、はいね、なのでちょっと僕のルーツの中には結構チェッカーズ結構ぎっしり入ってんのかなみたいな感じがしました。はいね、出だしもね、あれですもんね、歌詞がアスファルトを蹴っ飛ばす歌ですもんね。はい、そんな曲も歌ってたことあります。はいね、まあ、ちょっと分かる人にしか分からない話をしちゃいましたけども、はい、すいません。めちゃめちゃ僕のね結構ルーツが偶然この曲にはいっぱい入ってましたね。はい、はい、ということで、ただねこれ原曲のキーはもうちょっと高くて、今力任せアスファルトを蹴っ飛ばしたぜ神様ヘルプ、ね、ここの高さでやってましたけども、もうちょっと上で実はここなんですよね。力任せ力任せ、ちょっとチューニングがおかしいな、うん、これかな、これだな。力任せアスファルトを蹴っ飛ばしたぜっていうメロディーの高さから入って、サビが神様ヘルプ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 、あ出るな。いや僕ね実はこれやる前にキーをね下げたのは、このヘルプのところが多分声出ないなと思ってちょっと下げたんですよね。神様ヘルプ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 でミーファーファのシャープいけるな。神様ヘルプ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 、助けてくれなきゃあの子は誰かとキスしてしまうよ神様、いけるな、いけるね、いけますね。なんだ俺結構声出んじゃんすいません独り言ということで、1回目は結構ねすんなりいったので、1回目さっき E マイナーのキーでやってたのはすんなりいけたので、キーをね変えて F シャープマイナー、まあ、原曲と一緒ですね、原曲と一緒のキーで、これもちょっとぶっつけ本番でやろうと思います。ただ F シャープマイナーに関しては僕結構ねシャープ系のこのコードの押さえ方をあんまり押さえてないので、高いんですよ。そうそう、こっちの方がウクレレの音はこっちの方がちょっと高く聞こえるんですけども、ミーファーファーって、音程で言うと音階スケールで言うとこっちの方がね上なんですよ。で、神様ヘルヘルヘルっていう高さなんですけども、これに合わせるともっと上のヘルプヘルってここに来るんですよね。神様ヘルプ、はい、ということでできるのかな。いや本当にちょっとさっき言いかけたところで、F シャープシャープ系のこのコードの押さえ方はね僕まだ全然実は慣れてないので、ちょっと待って、すごく不安だな、不安です。途中 G シャープマイナーって出てくるね。 G シャープマイナーか分かんないなF シャープビシッタン、ここが、あ、これか、ん、これじゃないな、これじゃないな、違う、これじゃないこんな感じで、うん、知らないコードがあると途端にこういう感じになるので、ね、やばい、どうしようかな。あ、これだ。隠したアイラ、した
ちょっとゆっくりめでやってみます。最初のキーと比べて若干高いので、少しなんだろう、若干テンション高く聞こえるかもしれないです。はい、やってみたいと思います。はい、では神様ヘルプ。あ、そうだ、せっかくねちょっと小技を覚えたので、アルペジオ、いつもじゃんじゃが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 弾きでやってるので、この曲ね、最初パパ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 っていう3連符で始まるので、そこをねちょっとアルペジオでやってみようかなと思います。やってみようかな思ったけどできねえじゃんこれ。こんな感じ。違う、はい、ぶっつけ本番でやってます。すいません。なんだっけ、あー、ダメだね、できないことは無理にやらない方がいいと思いますね。はい、喋りも相変わらずね、カミカミだしね。喋んないでやろうかな、もうね。アスファルトを蹴っ飛ばしたぜ、お前やつの打手に焼かれ帰った部屋、きっと二人シャララでハーブブレイク、窓の明かり見上げて Make me cry、 渋いやつや勝手なやつに振られるたび、いつも俺の胸を借りて泣いてたよね、誰よりさ友達だって。間違えた。友情決めるたび心で泣いてたよ、びっしりハートに指が隠したアイラン。神様ヘルプ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 、助けてくれなきゃ子は誰かとキスしてしまうよ、切ないヘルプ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 、一から百まで I love you。 なんとか間違えたけど言った、間違えたけども強引につなげた。チャ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 、お前窓を開けて夜の通りを見た、ビルの陰に隠れたのさ、悲しくなる、で妹みたいだ、俺がバカだね、 Make me cry、 恋の天使、辛い気持ちおもちゃにして涙の数集めるからびっしょ濡れだよ、この胸に熱ったラブレター、影が重なる時鳴らしたバイクのクラクション、心の叫びをよいしょ。ここ難しいんだよここ。届けておくれよ。神様ストップ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 。まつげを伏せたら子は全てを捧げちまうのさ。今すぐストップ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 。
あ、できたぞできたぞ。まあ間違えたけどね、途中ね、途中全然あの G シャープ難しい、これね、これね、これねここで間違え、ありがとうございます。はあ、ということで本日はねこんな感じやってます。あ、途中から見た方ね、こんばんはでございます。ウクレレ歴、あー出てない、ウクレレ歴7ヶ月、もうそろそろこの何ヶ月とか取っちゃおうかな、もうね、なんかもう6ヶ月以上やってたらもうちょっとうまく弾けるはずなんですけどね、サイモモじゃない、杉本マンがお届けする、なんだっけ、ぶっつけ本番公開ツイキャス、公開練習ツイキャス、くってぽん60回目です、ね。はい、今日は1985年11月11日付のオリコン第1位の曲を取り上げてます。で、曲は、チェッカーズの神様ヘルプという曲をね、公開練習させてもらってますけども、ね、いかがだったでしょうかね。はい、ね、あのウィキペディアで改めてこの神様ヘルプのことをちょっと調べたんですけども、あのメンバーの方がね、あのこの曲はあの叫ぶ演歌だということで、あそれ見て、あなるほどなってね、ちょっと思った節はありまして、あのあれなんですよね、やっぱこうコードが他の今まで取り上げてきた曲のコード進行よりも若干優しいです、若干優しいですね。で、今 F シャープでやってみたんですけど、 F シャープマイナーでやってみたんですけども、最初にお届けした E マイナーのキー、これ結構ねすごく楽でしたね。で、僕さ、これ最初からウクッテポンを最初から見てた方は覚えてるかもしれないですけども、最初 E マイナーのキーがね、あ、いや E マイナーのコードか、ね、この押さえ方が僕すごく大嫌いで、指がね他のとこだとこうだったりこうだったり、手首の角度というか、ね、腕の角度がこういう感じなんですけど、あ、ちゃちゃちゃ、腕の角度は変わんないのか、なんかね何かが違くて僕すごく嫌だなって、E マイナー嫌いだってずっと言ってたんですけども、いつの間にかスムーズに抑えられるようになったんですよね。やっぱこう練習してるとね、指が動くもんだなと思いました。まあ公開練習でずっとこれウクレレをね配信してたわけなんですけども、まあこれね見てくれてる皆さんがいたのでなんとか続けられてたんですよね。なので本当にこの場をお借りしてね、ちょっとありがとうございますと。はい、そう、練習の成果練習の成果でございます。いや、皆さんいや、そうね、多分ね一人だったらねこれ絶対こんなに練習してなかったはず。ツイキャスっていうツールを使ってね、なんかみんなの見てる、まあ実際にはみんないないんだけど、ここにこう画面を通してね見てる人がいるってやるとすごいやっぱ緊張感がね、やんなきゃみたいなね緊張感がありましてね。はい、でだいぶ、まあ、一人でやるよりかは全然多分弾けるようにはなったんじゃないかなと思っております。ということで、さあ、あ、本当に、あ、コメントありがとうございます。いや、これね実際どうなのかなと思って見てる人がね、いや、そう言って毎回楽しみにしていただけていただけますよとかね、いや、本当はね、そうライブハウスでちゃんと練習した上でやりたいんですけども、練習、まあライブができないので練習するモチベーションも湧かない、さあ何しようってことで今これ無料でね、下手なウクレレを配信してるわけなんですけども、ね、まあね、数人でも楽しんでもらえる人がいればまあいいかなと。はい、あ、今日みんななんかコメントがあったかいんですけどコメント、いや優しい世界だな、ありがとうございます本当にね。いやこれ後で YouTube で転送するんですけども、 YouTube で見た人はこのコメントがね分かんないと思うんで適当にね
あ、そういうコメントが書いてあったんだ、書いてあったんだなって思いながら、想像しながら見ていただければ、ね、はい、ありがとうございます、ね、お、残りじゃああと3分なので、じゃあ F シャープ、現金の F シャープより下げたこっちの簡単の方、ね、押さえ方が若干簡単な E マイナーのキーでね、最後やりたいと思います、ね、1番で終わっちゃうかな。では、あ、違う違う、最初イントロ、イントロ、あっ力任せアスファルトを蹴っ飛ばしたぜ、お前やつの腕に抱かれ帰った部屋、きっと二人シャナナでハッピー、忘れちゃったやばい、あれ、あ、くそー、マジでマジでマジで、ちょっとごめん、ここさっきのキー変えたコードと間違えちゃったよ、わかんなくなっちゃったな、びっしりハートに今 A マイナーで、次の F シャープ、 F シャープ、 F シャープどこだ、これだハートに隠した I love you、悔しい、超間違えた、いやでもね、ありがとうございます、最後まで見ていただけ、最後まで見ていただいて、ね、見ていただきまして、あーダメだ、もう喋れない、さよならまた明後日、どうも、終了、終了終了でございます。